開店前から大行列。ロフトでの一体何が起こっていたのか平野翔のファンだけが知る、ロフトでの驚くべき買い物体験。本日から、全国のロフト、ロフトネットストア公式オンラインストアで販売開始です。初回限定で平野翔さんのオリジナルリーフレット付きです。地元のロフトで朝一番に手に入れました上指差し初回限定リーフレットは、 トリートメントについているものですね。皆さんも無事に手に入れられますように11時からはオンラインでも販売中です。近所のロフトで写真撮影許可もらったのでシェアしますね。今回、ロフトで手に入れたアイテムは注目の商品、ワンジュンギョヘアーです。開店と同時にたくさんの人が買い求めていましたが、私も無事に手に入れることができました。 この商品には専用の列ができていたほどの人気ぶりで、翔くんのファンが多く訪れていました。オンラインでも試してみる価値がありますが、実際に店舗で手に取ってみるのも良いでしょう。この商品の特徴は、何と言ってもそのデザインです。ポップには翔くんの写真が使用されており、商品自体にも彼の写真が入っています。さらに、香りも魅力的で、 特にホワイトブルームの香りは人気があります。商品は全6種類あり、1人当たり3点まで購入することができます。そして、初回限定で、平野翔さんのオリジナルリーフレットがついています。ロフトでは、開店直後から大行列ができ、売り場は大いに賑わっていました。しかし、在庫はまだまだありそうで、欲しい方には十分な量が用意されています。 店舗での購入体験も特別で、私も並んで購入しましたが、店員さんの対応も良く、スムーズに購入することができました。この商品の魅力は、やはり平野翔さんのファンにとって特別なものです。彼の写真が商品に使用されていることで、より一層魅力的に感じられます。また、商品の種類も豊富で、 自分の髪質や好みに合ったものを選ぶ楽しみがあります。この商品を手に入れた喜びとともに、新しい髪のスタイルやケア方法を試す楽しみもあります。平野翔さんのファンであれば、きっと満足すること間違いありません。今後も彼の活躍に期待しつつ、新商品を楽しんでいきたいと思います。以上、ロフトで手に入れたワンジュンギョヘアーの魅力についてでした。 次はどんな新商品が登場するのか楽しみにしていますね。そんなロフトでの買い物体験はまるで小さな冒険のようでした。朝早くから並んで開店と同時に入店し自分の目指す商品を手に入れる喜びは格別です。特に平野翔さんのファンにとっては彼とつながるような特別な商品を手に入れる瞬間は何よりも嬉しい瞬間なのでしょう。 これまでの経験から、限定商品や人気商品はすぐに品切れになってしまうことが多いですが、今回のワンジュンギョヘアは在庫がまだまだありそうなので、多くのファンが手に入れることができると思います。ロフトの店舗で購入するだけでなく、オンラインでも手に入れることができるので、多くの人々がこの商品を楽しめることでしょう。また、店舗での買い物体験も魅力的でした。 店員さんの対応も丁寧で購入する際にはスムーズに進めることができました。開店前から大勢の人が集まり店内は一体どんな様子だったのか想像するだけでもワクワクしますね。このような商品の発売にはファンの間で話題になりますし SNS 上でも多くの投稿がされます。写真やレビューを見ているだけでも商品の魅力を感じることができます。 自分もその一員として、新商品を手に入れる喜びを分かち合いたいと思います。最後に、今回の買い物体験を通じて、平野翔さんのファン同士が交流し、一体感を持つことができました。ファン同士のつながりが深まり、新たな友情が芽生えるきっかけにもなります。これからも、彼の活躍を応援し続けながら、共に楽しい思い出を作っていきたいと思います。 以上、ロフトでの買い物体験を通じて感じたことや、ワンジュンギョヘアーの魅力についてでした。次回の新商品発売も楽しみにしています。皆さんもぜひ、自分だけの特別な商品を手に入れて、新たな冒険を楽しんでくださいね。売り場はこんな感じ。購入する列ができていますわらしょう皆さんは、写真を撮ってから商品を選んでいますね。 ロフトではまだ在庫がありそうです。やはり1ロット6個だった。欲しい方は皆さんが手に入れられるといいですね。今日、ロフトによる予定だと話したら、推し活には興味のない友人が一緒に行ってくれるって。朝一でロフトに行けました。個数制限がありましたが、まだ在庫がありました。たくさん並んでいましたが、無事に手に入れました。 ポップの翔くん最高商品にも翔くんの写真が入っています。ホワイトブルームの香りが特に好みです。買ってすぐに買いだ W。開店と同時に大行列でしたが、全6種類無事に手に入れました。各商品1人3点まで、FC の更新も完了しましたロフトで購入した商品紙質に合わせて、 スムースにしましたモイストはサンプルでお試しヘアオイルとトリートメントの香りはモイストと同じくスパークリングペアでしたリーフレットは商品についていましたハッシュタグウォンジョンヨヘアハッシュタグワンジュンギョヘアハッシュタグヒラノショハッシュタグシュヒラノ購入できましたヒラノくんの写真のステッカーみたいなものが入っています店員さんに渡されたものをそのまま購入したので 他の柄があるかはわかりません。私が購入した店舗では、各24個ずつ入荷していました。無事に手に入れましたよたくさん並んでいましたが、お店の方がどんどん商品を出してくれました。開店前に並んで手に入れましたエプシロン。ダッシュすべてアクサングラーブ。顔文字。ウィンク。店員さんが、たくさんの人が来るので、驚いていました。こんな田舎にも平野丹がいたとは知りませんでした。 無事に購入たまたま仕事が始まる前に最寄りのロフトに行けたので購入できましたが、開店直後からロフトは大盛況でしたわらしょうリーフレットはスマホに入るサイズで良かったです。さて、仕事に戻ります。新商品を手に入れてきます。開店からしっかり展開されていましたオリジナルリーフレットに惹かれてボトルで買ってしまいました。 めちゃくちゃかっこいいスムースの方も1回分を購入しました。どちらも試すのが楽しみです同じ目的の方がたくさんいて、人気を改めて認識しました W モイストもスムースも手に入れました開店直後で、陳列に間に合わないため、店員さんが棚の横に立って箱から手渡ししていました。ロフトの近くにある写真撮影許可を得ましたので、ここでシェアしますね。 一人につき三つまで購入できるんですよ。オープンと同時に多くの人が購入していましたが、商品がすぐに補充されています。最寄りのロフトには開店の10分前に到着し、6番目でした。無事に手に入れて安心しましたこの商品のためだけに専用の列が作られていました。翔くんのファンがたくさんいたんですよ。爆発的な人気が間違いないでしょう。オンラインでも試して。 見ますが、帰りに他の店舗も寄ってみようかな。顔文字、幸せ。